小池、さあエウベル、渡辺の横に藤田入れた、松原踏み込んで打つ、決まった、どうだという松原、まさに先制パンチ、ボックスの外から右足一閃です。で、まあ、ここからまず、ね、内側よくあそこランニングしましたし、この後ですよね、どうしても、ね、ここエーベルのところが湘南の選手気になっちゃうんですよね。なのでここが空いてきて一瞬空いた時間のところで松原思い切って打ちましたね。